はい、続いてのワールドはマインクラフトで PVP 対決ということで、今回非常に簡単な4人4人でチームに分かれて倒し合います。ほんでその倒した合計数で勝者が決まると、それだけのルールですね。そして試合会場のどこかランダムな場所にお助けアイテムが入ってるようなので、この先に、あ、これか、名前書いてあるの、うん、暗蔵艦へ加工、あ、俺ここや、あ、ランプ光った、なんか上通ったら光るんや。あ、ブラボーチーム、ブラボーチームが手に入りました。僕リーちゃんさん、それ白チームで、俺とアンズさんとワリツマとタモタマがチームだ。相手はイカコさん、リーちゃん、もうリーちゃん目の前見えてる、それ半目やぞ。続いて、あ、じゃあ僕入ったらいいですか、いきます。はい、お、ベータチームで準備完了、ブラボーか、ブラボーです。なんか入ってんのこれ、あ、剣入ったあるわ、あ、ほんま俺 N ザッパー地球や、え、マジで、じゃあアンさんなんなんそれ、たまたまさんがボールドマーカーやって、この剣割りつまジェットスイーパーな、アンさんパブロ、あ、パブロ、あー近距離戦や、よし来たぞ、これはマンタマリア号じゃねえか、あ、始まってるんだこれ、敵来たで、敵来た敵来た、迎え撃て迎え撃て、帰れんのかな、帰ってこられへんか、よし、ちなみにキル数はお手手で数えるらしいんで、お手手で数えましょう。味方に当たる、味方に当たるこれ、たまたまこれ、あ、味方当たるわ味方当たる、やめてやめてやめて、味方同士打ちはダメ、同士打ちは、これ何入ってんの、開けよう一緒に、え、これ、あ、ダメージポーションね、ナイスナイス、こっちは回復のポーション、オッケー、回復のポーション手に入れた。ここは、え、こんなんなかったやん、え、何これ、迷路入らんとこ、めっちゃ怖い、よーし倒すぞ、あ、あいつや、あいつや、おら、ちょ、俺が出んのお前なんで俺が出んねん、ピカコお前、うんだうんだ、ほれほれほれ、えい、ワンキル、やったぜ。他どこや、あ、何見る何見る、うん、待て待て、こら、おう、マシマラ、うわ、ちょっと待って、あ、死ぬ、あ、死んだ、マジか、めっちゃやられてるな、あ、大丈夫か、ほれ、俺か、おし、なでみ生きる、これで2キルですね。リーちゃんを後ろから倒すぞ、ほっほっ、イエーイ、俺3キル、あ、エカコ来た、アシストしてやるよ、回復してやる、いけ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 、割りつまいけ割りつまいけ、ぶっ倒せ、このペンギンはやつだけにするんや、あー、ナイス、回復ポーション、よし、おら、あかんか、めっちゃおるめっちゃおる、ここめっちゃおる、お、残り1分らしいよ、今こっち勝ってんちゃう、どうやろ、オッケー、あと一発、ほれ、よーし、ギリギリ、他は、あ、こことかすごいな、再現度がすごい、ここに何もなし、入ってないです、向こうは、お、たまたま後ろ来てるぞ、後ろ来てるぞ、あ、ここ降りれん、おいった、あ、死んだ死んでしもだ、マジか、めっちゃおるやん、渋滞しとるやんけお前、そんな寄ってたかってお前一人よ、なんてやつや、ほらほらほら、よし、ナイスだ、他は、あ、終了やって、終了、カン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 、ということで、うちチームは9ですね、オカリンチーム9キル、そして相手チームはナデミーさんが2キル、イカコさんが1キル、マシュマロさんが3キル、リーちゃん3キル。ということで、合計9キル?あ、同点じゃん、じゃあ。はい、まさかの引き分けという結果で終わりました。はい、じゃあ続いては、マインクラフトでね、伝言建築をやろうと思います。スプラトゥーンでね、よく伝言パブロっていうゲームをやってたんで、ルールはそっちを参考にしてほしいんですけど、簡単に言うたら、1番から4番まで建築で制限時間5分の間に最後まで最初のお題をこう建築してうまく伝言していけるかっていうゲームですね。はい、お題決まりました。まず僕とイカコさんは猫を描きたいと思います。うわ、始まりました。こっから5分の間に最後まで伝えないといけないんで、狭っめっちゃ狭いやん。立体で描こうかな。ワン、ツー、スリー、フォーで、猫って、え、猫ってどうやろ。とりあえずさ、こういうよくある顔の形描かしてもうて、
待てよ、こうやろ、ほんで、あ、形ちゃう、当てよな、ほんで目の部分を一応くり抜きたいから、こないくり抜いて、あ、いいやんいいやんいいやん、いいかこれいいか、ほんで耳むず魔王みたいになってないんかこれ、これでいいかな、あ、はい、終わりです。さあ伝わったんでしょうか、僕の猫さんは。次マリズマくんの番ですが、俺と同じに書くかな、伝わってない場合は俺と同じの書くっていうやつもまああるんやけど、あ、こっちの方がいいな、口ない方がいい、いや口ない方がいいんじゃんこれ、口やったら猫っぽくないぞ。はい、たまたまさんどうぞ。お、読み取った、読み取ったっぽい、全く同じになるのか、どうだ、こう来ました。たまたまさん結構ね画伯ですから、うまいことアレンジしてくれるんじゃないですか。お、ちょっと違うぞ、角みたいになったぞ、鹿に見えるぞこれ、大丈夫か、おう、タコ逆さまにしましたみたいな感じになってますよ。ウサギに見えてきた、この耳の形はウサギでは。さあここからどう修正する、あ、ちょっと、あ、これでも猫っぽいやん、いいやんいいやん、あ、え、どうでも、でもなんかウサギになっちゃうんだなこれな寄り目すぎるやろ、あー、いいやんいいやんいいやん、あ、何か気に入らない様子ですね。もうちょっと広くして、犬に見える、この耳の形ってなんか犬っぽいよね、あ、これ犬になるんちゃう、めっちゃ寄り目、三沢や。さあ、アンズさんこれ読み解くことができるのか、どうですかアンズさん、お、いけた、あ、いけたっぽい、いけたっぽい。さあ相手チームはまだ2人目が終わったぐらいでしょうか、めっちゃ潰れてもうてるやんけ、嘘やん、こんな潰れる、これで猫、嘘でしょ。はい、アンさんの答え、ミッキー、そんなお前著作権の塊みたいなやつ出されたら困っちゃうな僕。相手チームは今3番目、いや2番目ですね今現在。おお、何やらすごいぞ、え、あ、そういうことか、肉球を描いて猫を表す、そういうことね。いやでもこれは猫って知ってないと難しいんじゃないか。さあマシュマロさんの番、読み解くことができたんでしょうか。これ何のマークに見えるやろな、でも肉球ピンクってのも相まって肉球に見える。でも答え肉球になるんちゃう、それ猫にはならへんのちゃうかな。マシュマロさんは四つ角を削って丸に近づけました。さあ最後、これはリーちゃんさんですね。お、いい感じで作れましたよ。でも同じような形してますね。さあリーちゃんの答えは何なんでしょうか。肉球、リーちゃん肉球は伝わったが、そこからうまく猫に引き継ぐことができませんでした。はい、それでは皆さん何を思って書いたかインタビュー入ります。オカリンチーム、まず一つ目、ワリツマさん、ワリツマさんこれ何を思って書かれました。悪魔そう、俺も書いてる時にこれ悪魔ちゃうかって言ってたから、言うて間違いではない、言うてワリツマ正解。はい、次、ワリツマさんが悪魔と思って書いたもの、タモタモさんこれ何を思って書きましたか。これウサギに見えてんな、これカビゴンだと思って作ったらクマになりましたなるほど、それ色のせいやろ絶対、緑のせいでカビゴン見えたやろ、そーりゃ惜しい。これちょっと無理あるんちゃう、これ途中で諦めたやつやん、これそういうことか、そう鼻が左に長い感じや、こっちに顔向いてんねやなるほどな、見えてきた見えてきた、見えたぞ俺ミッキーに。ナデミーさん次は王冠をイメージして描かれたようです。王冠か、あ、まあ確かに一つ目のあれ見たら王冠に見えへんこともない。そして三つ目で、最後もリーちゃんが肉球と、そこまでは良かったんですがね、最後猫にまで
転換することができませんでした。お互い不正解でした。